今回はこいつの人生って何だったのってキャラを挙げてくみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。息子のエレンもなんなら自分の死ぬ運命の未来史をしていた分特にそう思う。早川明、チェンソーマンはドロヘドロみたいな倫理観だからあんまり気にしてなかったけど、そういやそれなりにひどい目に遭ってたんだっけか。明、ああ確かに思った。本人は何やら満足気に雪合戦やめたけど、あの時点ではもう死体だったからな。デンジ君のための生贄だよ。アキのために全て捧げて生きて欲しかった姫の先輩も道連れ的にそうなるんだよな。赤座特に鬼になってから鬼滅の刃だと兄上もそう感じた。なんやて当の指揮かな、変な吸血鬼の転生体にされて身体を勝手に使われ、親友を殺して、父親に殺されたけど自分の能力で親友の命を奪うことで生き延びて、牢に長い間閉じ込められ、ある人にもお前の存在はなかったことになって代わりに親友だった男がお前の代わりになってるよ、と言われてブチギレて復讐をしようとしたら、ルートにもよるけどあさりやられるときはあさりやられて、ロア×反転×お薬調教の育ちの時点でかわいそうな上に同情してくれる相手もろくにいなくて一旦ゲームやめたくらいきつかった。月姫ならこのキャラもそうだと思う。フランス事変で死んでた方が幸せだったという。コードギアスの魔王、何もかも奪われた人生だった。故郷を失い長年連れ添った部下たちを失い、心の拠り所で家だったリリー・マルレーンを失い、シーマ様はそっから自分の意志で悪党になったから入るんであって、かわいそうかわいそう派とは合わない。八神宗一郎あんまりにもあんまりだ。息子が大量殺人鬼原作矢印、家族をマフィアの巻き添えにされ脳と奪われる。後教団を受け、息子がキラではないと確信して死亡、映画矢印、息子がキラであると確定し、真相を家族にも伏せたまま生存ドラマ矢印、息子がキラであると確信した上、その責任を取ろうと息子と揉み合いになる中死亡。ひどい。しがらきと村、終盤で真実がわかると辛い。三重や切り継ぐ、原作の地の分、この自分の人生は一体何だったんだろうって独白してるし、でも最後に救われてよかった。その他の問題には目をつむる。でもまあ元の愛理は切り継ぐに出会わなければよかったとは言わないんじゃないかな。ひしり杯の中の人はまあ本人ではないし、限りなく本人に近いけど。呪術廻戦の伏黒摘木、ごく普通の心優しい少女だったのに無関係の儀式に巻き込まれて昏睡状態に陥り、そのまま肉体を千年前の別人に乗っ取られてしまう。その状態で弟の肉体を奪った奴と戦わされて敗北、そのまま死亡。金田一少年の事件簿の連城久彦、皮膚病で袋こうむってろくに外に出られずに育つ。写真だけで知ってる婚約者に恋心を募らせ、晴れて結婚となるが、婚約者は別の男と恋仲、肉体関係あり、になっており完全に、望まない結婚、扱い、そして婚約者はその男の殺人計画を手伝って自身も殺された。婚約者の旧弟と犯人に立ち向かい、一死は報いたものの決め手にはならず返り討ちにあって死亡。ストーリーとしては思いっきり、犯人と婚約者の秘伝がメイン。作者曰く、設定上必要なのに作るの忘れてたキャラで、急遽ねじ込まれたためシナリオ上は全くいらないキャラなので、こんなやけくそ気味に怪しい人物になった。婚約者との絡みや出番などもろくになし。金田一少年の事件簿と金田一康介の冒険はなんかの番組かラジオで、金田一一族は余計な死者出しすぎやろ、なんで犯人見つかってからも死人出るんだよ、死神の遺言措置だろ、お前ら遠出するとき今後は害、メモリ持ってけ、とか言われてて死ぬほど笑ったわ。金田一の作中なら黒市長殺人事件の母親と三女もなかなかに。一番は復讐を促されて育った犯人、あれは尊厳が保たない。と悪党ではあるんだが、よくよく考えると東方腐敗にはデビルガンダム復活のために権力と金を利用され、カッシュ兄弟にデビルガンダムを破壊され、目にかけていたアレンビーには半殺しにされ、ウルベにデビルガンダムの研究データを根こそぎ奪われた挙句ドモンに馬に蹴られて地獄に落ちろされて死ぬという、やることなすこと全部他人に台無しにされるか横取りされている、ある意味ではドモン以上にデビルガンダムに人生めちゃくちゃにされている男。
令和に出た外伝ではダークシャッフルに良いように利用されてあっさり裏切られてそのままだしな。利用されてたにしろ、自分でデビルガンダムを使って世界を支配しようと企んだのだから自業自得だろ。アレンビーにしても、目をかけてたといったところでデビルガンダムのコアにするつもりだったんだし、最後も逆恨みで襲ってきて返り討ちになっただけだし、少なくとも、何も悪いことをしてないのに、レイン以外の全てを失ったドモンとは比較するのもおこがましいと思う。いわゆる救いようがない。救う気も同情する気も起こらんがってタイプの人間だが、デビルガンダムに関わりさえしなきゃあの世界の地球人の中では非常に数少ない勝ち組として一生を終えてたろうことを考えれば、すれたいみたいな感想を抱かせる男ではある。あんだけ決勝大会全編通してエンターテイナーめいた大々的なパフォーマンスをしてた中で急に失踪したのに、世界どころか自国の国民すら行方を気にしてないあたりもよくよく考えやあきさん。勇者ライディーンのゲストキャラ、三崎ゆりか、幼い頃に妖魔帝国に誘拐された上に記憶を消され、後来巨烈に巨烈ジューマダンガーの心臓を埋め込まれて響き校の学校に転校してきた、コートは恋仲になるが、ライディーンがマダンガー攻撃すると彼女は苦しみ、彼女が生きている限りはマダンガーは死なない、コーに彼女は殺せないという悪魔の罠。で、ライディーンとの戦いの中でユリカは記憶を取り戻し、トドロキ雷と仲が悪い激怒巨烈に自分を巨烈獣に変えてくれと懇願し、ライディーンをかばってマダンガーともども死ぬ。ユリカを失ったコウは、君の本当の名前は何だったんだろう、トラストにつぶやく。伊豆口博士がこの話がお気に入りで、超電子バイオマンでこういう話を原案出したし、自身の監督作品、ラーゼフォンのブルーフレンド、でオマージュした。これって人間だけ？ガラクタじゃん。ヒロシの記憶埋め込まれただけの鉄くずじゃん。お前ら人の心とかないんか。ストーンオーシャンのベルサス判事のババアにはずさん極まりない判決を下ろされ、親には平気で見捨てられ、最後は神父に雑に使い捨てられ、終始において身勝手な大人に振り回され続けたやつ。あれはハリウッド映画化もした有名なアメリカの小説のパロディだと知ったのは、後年その映画にハマって原作小説読んだ時だったんだよね。主演はトランスフォーマーのシャリア・ラブーフ。ウミネコの泣く頃にの子供世代キャラ2名除く。さよちゃん、一世一代の復讐も記憶に残らせるには至らなかったぜ。誘惑のザクロとかいうやつ、人生っていうより作者なんでこいつ出したのってキャラ2コマぐらいしかいなかったような。そしてユウスケに名前を覚えてすらもらえなかった。とある魔術の禁書目録のアウルレオルス、インデックスを救うためにローマ正教を離脱し、錬金術の秘技を極め、吸血鬼殺しを見つけ学園都市にやってきたが、すでにインデックスは上条が救ってた。半ば八つ当たりで上条至るに襲いかかるが、死闘の末に返り討ちにあって記憶を失ない、ステイルによって顔を整形されてのに放たれた。やることなすこと最悪だけど、インデックスの身を案じてた人間全員がインデックスに何かしら負荷を負わせたり、そのアシストしたのに対してこいつだけはインデックスに傷を負わせなかったはず。かい、あやかし、のか猫編に出てた玉木さん、あ、坂井家の連中もそうか、取り潰し食らってるし。カテジナさん、ガンダムではこの手のキャラは最後死ぬことが多いんだけど、死ぬことすら許されず視力と故郷を失ってる。ゆ、おどけ。OARCEV のセレナ、幼少期からずっと軟禁生活。脱出したら自分が身を置いていた組織が自分の理想と真逆なことをしてる現実を突きつけられる。組織から離反して止めるために旅立ったら即逮捕されてまた軟禁生活。脱獄したらすぐに捕まってまたまた軟禁生活。脱走したら元いた組織に捕まって脳に虫を入れられて洗脳される。洗脳から解放されても身動き取れずにそのまま最後は消滅。ポンコツ強権成分で悲壮感を抑えられてるけどあまりに自由のない人生。奇跡の子供たち3人ども終わってるけどやっぱり一番悲惨。本当に生まれてきて何も良いことなんてなかった。ニュータイプなんかに生まれずコロニー落としで死んでた方がマシ。アキラの香り登場早々に乱暴されて、孤立してた鉄尾にも優しくしていたが最後はその鉄尾に潰された。OVA ジャイアントロボの原野、シズマをとどめろ、は有名だし、あれね、
ほうれん草しないのが悪いよ、というネタな感じだけど、いざ主張すると彼を踊らせてるヒロアキはじめ、誰も彼の味方をしていないのが辛い。EF 弾も実血臭も新参者の彼に好意的でないし、銀霊は命を削って説得するけど届かない。何より辛いのは彼と似た境遇の対策とすらまともに会話をしてないこと、ひたすら一人で空回りする道化だから見てて苦しくなる。魔法少女育成計画のルーラ&タマ。ルーラは一流企業で働くエリート社員だったが、プライドの高さが急になって上司に疎まれ左遷された。根が真面目なので、左遷先でもコピー機を修理から花見の場所を取るために穴場を探しまで頑張っていたが、そんな生活では自尊心が満たされず、鬱屈した感情の裁け口にそしゃげにはまった。魔法少女になって万能感を得て自尊心を満たすが、メアリに屈服させられ、いつか報復するために他の魔法少女を配下にする。が、目をかけていたスイムスイムの裏切りによって死亡。なおルーラ本人は気づいてなかったが、会社には面倒見のいい彼女を慕う人間が結構いた模様。タマは勉強も運動も苦手で、両親にも優秀な弟にも疎まれ、唯一の味方だった祖母も亡くなり、孤独だった。魔法少女になった彼女はルーラに拾われ、口は悪いが面倒見のいいルーラを慕っていたが、自分と同じようにルーラを慕ってたはずのスイムスイムのいきなりの反逆でルーラを失う。なお頭の足りない玉は、目の前でスイムスイムのルーラへの反逆を目の当たりにしていたにもかかわらず、状況が全く理解できず、気がついたらルーラが死んでいたという流れだった。このためルーラの後を継ぐ形で一行のリーダーになったスイムスイムに従うが、クラムベリー戦でスイムスイムを救ったのに、そのスイムスイムに殺される。スイムスイムの正体を知ったので口封じに。なお、魔法少女になったタマは同じ学校のクラスメイトを不良から助けており、そのクラスメイトに正体に気づかれ、クラスメイトはタマの友達になろうと決めていたのだが、それをタマが知ることはなかった。救いようのない化け物なのは前提としてただの一般人だったのに誘拐された先で改造されて、得得脱走した先がよりにもよって風なりのジジイ次は上位存在のシェム派の手駒にと、人間に戻るどころかどんどん遠ざかって化け物になっていく死ぬまで利用され続けた2人組。嫌いなキャラではあるけど、こいつらの人生ってって気持ちにはなる。金子さんはワイルドアームズでも似たようなことやったせいで心情描写苦手なんじゃないかってみんなで考察されてたな。見てないけどそんな悲惨な境遇前提で嫌いなキャラなのか。悲惨なら何やってもいいと言いたげなことしながら民間人10万人をむごたらしく虐殺した挙句被害者ムーブした。しかもこれがシンフォギア最終章だったのでもうめちゃくちゃ。コンサート会場を襲撃して無関係な観客10万人を無差別に殺戮した挙句罪もない子供を人質にして無意味に後ろから殺してケラケラ笑ってた。そして自分たちはかわいそうだからこんなことしたっていいんだと被害者面人生に意味すら与えたくない奴らだった。実写だけどブレードランナーの系。最後にちょっとだけ救いはあるけどそれにしたってかわいそうなのは変わりないんだ。乃木若葉は勇者であるの氷千景、不倫しまくる母、子供がそのまま大人になったような責任感のかけらもない父、村総出でいじめられる、勇者になって注目されたと思ったら手のひら返しで罵倒される、死んだ仲間を侮辱した相手を叩きのめしたら謹慎される、勇者が自分だけになればみんなは自分に頼るしかなくなると思い込んで若葉を襲った結果勇者の資格を剥奪されてバーテックスに殺される。暴走が原因で自分の存在を歴史から抹消される。改めて振り返るとマジでこの人生って何だったんだろうな。後の大社の腐敗ぶりからして若葉にも責任があるわ。ゲーム作品だがスパロボ Z のエーデル・ベルナル新地球連邦軍の准将で、周囲からは聖母と称されるほどの美貌とつつましさの持ち主。法と秩序の下による統治を信条としている。バスクオムやロードジブリールといった新連邦の腐敗の象徴と呼ぶべき者たちへのカウンターとして、軍属でない者が大半を占める主人公たちを支援するという思い切りの良さで中盤まで主人公部隊のサポーターを務めた。
か。その本性はネットワークを独占し世界を裏で操っていた敵組織カイメラの視界であり、自分の思い通りにならないとミルヤヒステリックに激高する独善性と支配欲の塊というべき危険人物。その人間性は敵対していたバスクやジブリールと似たり寄ったりで、法と秩序という心情も、邪魔するものは叩き潰すとしながらも具体的な方策についてはノープランというありさま。登場人物たちからも地球とプラントを引っかき回したメギツネと幻滅されていた。最終盤になって自ら専用機レムレースに乗り込み主人公たちと戦うが、そこで彼女の正体は彼女の部下を装っていた真の黒幕によって支配者役として生み出された人造人間であることが判明。自身もその事実を知らなかった。ヒステリックな性格や方策を持たない心情も、最初からピエマルとして作られた存在ゆえに黒幕も本気で世界を支配させるつもりなどなく、適当に作られていたせいである。黒幕が彼女を作った理由も自分が世界の支配者だと思い込んでる女に殴られたりなじられたりしたかったから、つまり黒幕個人の謎欲求を満たしたかったという常人には到底理解しがたいものだった。さらには黒幕のアイラビュという言葉の後に続く命令に逆らえなくなる精神制御がかけられており、強制的に土壌スクエアは踊りを踊らされた挙句、そう設定されていた過去の赤裸々な記憶と、蒸気の出生の秘密を暴露され発狂。黒幕のカルシンのラスボス、カオスレムレースによって抹殺される末路を迎えた。これほんとどうしたらよかったんだろうな。なんかエグいって、肝心の統治の方法を考える思考がインプットされていないからヒステリーを起こすのであって、世界の平和を願う意志と、人類を破滅させまいとする決意は純然たる本心であるというところ。アームズより、モデュレイテッドアームズ部隊、主人公たちの身体に埋め込まれた金属生体兵器、アームズ、を研究し、各々のアームズに込められている、意志の力を持たせないことによって、わずかなアームズ適正因子しか持たない人間でもその身に宿せるよう調整された量産型アームズ使いによって構成された特殊部隊。それぞれが主人公たち同様身体の一部を ARMS 化させる能力を持つとともに、受けた負傷を回復する再生能力、一度受けた攻撃と同系統の攻撃に対して耐性を得る耐性能力など、基本的な能力は主人公たちオリジナル ARMS と同等の性能を持つが、意志の力を持たないゆえに、主人公たちのように全身を ARMS 化させる完全形態には、砲術の方法を除き、変化できず、コアを埋め込まれた部分のみを ARMS 化させる第一形態に止まる。そのため ARMS 化した部分以外はほとんど生身の人間と変わらず、人間の技も普通に通用するため、一時的に ARMS の力を失った主人公たちの前に鳴り物入りで登場した割には満身を疲れて軽くあしらわれてしまい、再戦時にもかつて主人公たちを苦戦させた超人、コウ・カルナギに一掃されてしまう。その後、副隊長以下のメンバーがリミッターを解除されたことで全員が完全形態へと変貌、それまでの不遇っぷりを帳消しにする大暴れを見せるが、オリジナル ARMS が復活したことで形勢が再逆転。さらに、意志の力ではなく本人の闘争心をエネルギーに形態変化を行うモデュレイテッドは、一度完全形態になると二度と人間の姿に戻れなくなるというデメリットがあり、最終的には全員が破れかぶれのままオリジナル ARMS に特攻、全滅する最後を遂げた。彼らもまた作中幾度も登場するキーワード、力が欲しいか?にちなむ存在であり、自ら過ぎた力を求めた人間の末路としてその顛末が描かれている。だが後悔はない。後悔なんてないはずだ。スラムダンクの谷沢隆二、安西先生が目をかけてたバスケの才覚の持ち主だったが、当時は白髪鬼と呼ばれていた安西の厳しい指導に耐えかね、安西のやり方は自分に合ってない。と、安西やチームメイトたちに黙ってバスケの本場アメリカに留学した。しかし、いくら高い能力と素質を持ってるとはいえ発展途上に過ぎない段階で、しかも英語もろくに学んでいない勢いだけの日本人が一人でやっていけるほど甘くはなく、1年後に安西たちの元に送られたビデオレターに映る谷沢は以前からまるで成長していなかった。ここに至って谷沢も安西が自分に基礎とチームワークの指導を徹底していた意味に気がついたが、
安西たちを裏切る形でアメリカに旅立った追い目からおめおめと日本に戻ることもできずに苦しみ続けた。そして心が折れたらしく、バスケ部からも姿を消し、数年後麻薬に手を出して交通事故で死亡した。安西先生ってこんな過去持ってたんか。スラムダンクエアプだから知らんかった。ステラをはじめとするシード世界の強化人間、立派に人らしい感情や情緒があるのに、家族も友達も人権すらなく凶悪な兵器としてボロ雑巾のように死んでいく。